はい、2日目です。よろしくお願いします。フェシン、フェスゲンです。カミカミ、やべえ、スタミナが漏れている。なんか今日もちょっと外出たんですけど、今日花粉きつくてね、帰ってきてからめっちゃしんどくなって寝てました。なんか前にそれ言ってんな。ほんならもうまたこんな時間じゃ、まあ、今日はさすがに時間間に合うけど、またこんな時間じゃねえかっていうね、というところでね、スイッチスポーツおもれえなっていうところで、今日もね配信まあするかな、できるか分かんないけど、できそうならやりますということでね、前回がサチコとリーナーな、ダリーナさんかなのフェス弦が出ましたよってことで、今日もやっていきたいと思うんですけれども、狙いとしてはどうなんでしょうかね。だからなんかよくあるのが、同じアイドルリフレインをもう一人、同じリフレインを特訓ごと特訓前を使っているというところをよく見るので、という意味ではその辺のね、当たっているリフレインのもう一人当てていくというのが一番いいのかなとは思うんですけれども、まあ今回ね、昨日ね、ダリーナさんが出たので、いろいろとね揃ってきてはいたので、まあ本当にあとは被るだけなのかなと思いますね。はい、とりあえずちょっと引いていきましょうか。はい、まあこれで、まあ無料10、まあこのフェスゲンはまあ大丈夫なのかなっていう状況にはなりましたからね。まあこれでね、次の、なんて言いますか、なんだ、限定のガシャの方にね、全力で臨めるのかなと思うんですけれども、ああ、持ってたか。持ってなかったと思ったの。持っていたわ。まあね、まあ労働時間的に、まあ、そんなもんですね。はい、ということで、2日目は何もなく終わりそうですね。なんかある？なんかお話しすることってありますかね。そうですね、なんもないね。実はね、なんかね、ほったらかししてるんですけど、この辺、めっちゃ回ってるんですよ。この辺とかさ、めっちゃほったらかしにしてるんでね、やばくね、こんだけ枠あるんですよ、俺。25個ね、ガシャ枠あるんですけど、これやばくないですか。またなんか変なこだわりでね、なんか、ひたすら増やしてやろうかというところで、今、ここの枠を増やしてる最中なんですけど、またですよ、また僕の変なこだわりポイントが出ましたけども。やべえな。はい、そんなもんです。はい、ということで、終わりましょうか。特に何もないので終わります。はい、明日もね、フェス弦の無料分があるので、よろしくお願いします。以上です。お疲れ様です。生放送あるかもしれないのでね、確認だけよろしくお願いします。それでは。